アリ様を見てください。たっ飛ぶべき寺を血で汚すとは許しておけん。連綿と続く知恵が眠っておる地に火をつけようとするなど言語道断です。なぜ襲われたのだ。ここは民の希望の地。大風が猛虎を洗い流すよう皆で住職と共に祈っておりました。しかし今や住職は消え、豊玉随一の宝、寺のご本尊まで奪われる始末。兄が生きていれば、僧たちが逃げ出すことなどなかったのに。兄君に代わり、寺を救おう。ご本尊は猛虎に盗まれました。住職は近しい僧と避難を。無事だといいのですが。皆を手当てします。孔明様は無事でしょうか。杉寺の住職だな。なぜこの地に。豊玉で民を束ねていましたが、猛虎に襲われ敗走を。大きな戦であったゆえ足跡をつかめるといいが。集落がこの近くにあります。行ってみよう。百姓の家に行くぞ。神に助けを求めてはいかがでしょう。社は鳥居の向こうにあります。頼みを聞き入れてくださると良いのだがな。聞いていらっしゃるし見ていらっしゃる。鍛錬を続ければ答えてくださるでしょう。そうだな、励むとしよう。孔明様は以前も姿を消したことがありました。僧たちの間で大きないさかいが起きた時のこと。発端は何だ。恥ずかしながら詳しく覚えておりません。孔明様が戻らぬため総出で探しに出ました。見つかったのか。隠れておいででした。いさかいを止めようとしたのでしょう。事態は良くなったのか。いさかいに意味はなかったと一度気づかされました。そうおっしゃればいいもの。耳を貸さぬ者には行動で示せ。孔明様の教えです。煙村からです。孔明様はお一人で口寺を束ねております。もし何かあれば
皆が逃げ出してしまう。猛虎も先ほど来たようだ。隠れているならまだ救える。猛虎と戦うのですか？見つかれば捕虜が殺される。俺一人で行く。孔明様が危ないのに黙って待てと。取り乱すのはやめろ。他に手はなかろう。はい、あとは頼みます。村の中央に橋があります。そこで落ち合いましょう。待たせてしまったな。住職が狙われてます。そのようだ。数人でいらしたのですが、村を襲われてから見ておりません。내게뭐했어
Hoi! Arvo! Zum Herr Havas! Nicht dir, Sand! Nicht sein! Warte mal! しまうかと思いました。鍵は猛虎に奪われたのか。いえ、お持ちください。これで猛虎はもう何も奪えません。見つかりましたか？まだだ。おそらく村におるはずだが。火元を調べてみましょう。行くぞ。かわいそうに。お坊様が何をしたの？なんとむごいこと。お侍様、大変です。住職は？あの家に隠れておられましたが、猛虎が火をつけて。確かめましょう。逃げようとして切られたのか。孔明様ではない。中を見よう。生きても役なんて。ノリオ、まさか住職。どうして全て燃やしてしまう。違います、孔明様ではありません。他を探せ。水桶、空だ。藁の寝床、湿り気も。逃げおおせられたのでしょうか。へ行ったようだ。きっと生きていらっしゃる。足跡が深く広くなっておる。走ったんだ。
おい、アルボ、これはなぜ見ていた。誰かが怪我を負った。血の海だ、急ぎましょう。血がある、飛び降りた。そんな、まさか。助けられなかった。住職がいなければそうは逃げ、寺は落ちます。我らの負けだ。それは何だ。これは法華経、ご自分の血を使って書かれたようです。さながら自世の句か。法華経には誰もが仏になれるとあります。豊かな者も貧しき者も。それが今はの言葉。残された皆を思ったのですね。寺の僧に見せよう。住職の意志が伝わればとどまるはずだ。孔明様が血でお書きになった法華経です。住職の声が聞こえませんか。猛虎に立ち向かえ、そして諦めずに踏みとどまれと。我々が住職のご意志を継ごう。口寺は落とさせない。炎上様がお守りくださった寺が、その弟と酒井様に再び救われると。手を結び猛虎を倒すぞ。本尊を見つけねばな。